コンパスを使わず身近なものを使って円を描いてみましょう。牛乳パック、網、穴開けパンチ、ハサミ、セロテープ、どれで描けそうかな。よし、まずはハサミと牛乳パック。この部分を切ってのけます。はい、これを使いましょう。ペンと色鉛筆で、はみ出てしまいましたね。はい、こんな大きな円が描けました。別の糸でも描いてみましょう。じゃあ今度はまた牛乳パックとハサミ、今度はこう切ります。ここでこうですね、資源ごみ回収の時と同じですね。これをこう切り取ります。で、穴開けパンチで穴を開けます。さあ、これで大きな円が描けます。小さめの円も描けます。このハサミだけ使いましょう。ハサミを使って、いえ、よいしょ、はい、こうすれば円が描けます。じゃあこのセロテープの輪っか、こうやって描くって、うん、こうです。じゃあ今度はこの金網、金網はどうするかというと、
円を描いたところを意識しながら塗ってみました。まずこの円の中には黄色と黄緑、緑を、それからここにある同心円、まず赤とピンク、黄色系統、青系統、茶系統と塗りました。周りは紫や藍色、そして一番外側が黒色です。